はい、どうも、おじさんです。やってきましたね。花咲ワークスプリング。いやー、嬉しいよ。おじさんはこの作品が、なんて言えばいいのかしら。移植か。スイッチに移植されたことに、ちょっと、なんか、喜びを感じとるよ。なぜかって、性癖がいっぱいだからさ。おじさんの性癖がいっぱいだからさ。まあ、ちょっと時系列的に言えば、あれなんですよ。サガプラネットの作品が3作連続で続くんで、てか、結構連発でやるんで、そこら辺ちょっと申し訳ないなって思うんだけど、まあタイミング的に仕方ない。こいつが7月の27日やら28日やらに発売します。はい。なので、それに合わせてやりたいですから、こればっかりは仕方ないです。いや、いいね。マジで最高。いやー、もう楽しんでいきましょい。本当に。いいね。もうどんどん行こう。もう語る必要もないな。語っとったらマジで、いけるもん。いっぱい一本一パートパート一本分くらいいけるからね。ちょっと進めましょう。やったぜ。満開に咲く桜の下、冷たく風が鳴っていた。その割に花びらは舞い散るでもなく、ポソポソと降るように落ちてきて、気が狂いそうになるほど静かで冷たい夜だった。でも俺にはちょうどよかった。まるで命が衰えていくような、そんな具合がどこまでも沈んでしまいそうな俺を慰めてくれてるようで、すごく落ち着けたんだ。でも今になって思えば、俺はあの時、何か大切なものを手放してしまったのかもしれなくて。大切なものか。芯まで凍えるような満開に咲いた桜の森の下で、俺は何をしていたんだろう。泣いていたのか、それとも喜んでいたのか。その光景に怯えながら、その奥底ではかすかに安堵していたような。なんて、それもこれも昔の話だ。今は楽しく、アホらしく、適当に生きている。大丈夫ですか？生きてます？いや、生きてなんかないさ。別にどっちだっていいだろう。とにかく俺は眠いんだ。だからもう少し寝かせておいてくれ。なんだ、寝てるだけですか。心配して損した。そう、俺は寝てるんだ。夢心地のままいつまでも。で、ん？あ、起きた。あ、起きた。水色か。最初に目に入ったのは、すらりと伸びた足だった。しましまを追って視線を上げると、桜満開の下で綺麗な少女が俺を覗き込んでいた。マフラーで口元を隠した少女は、どことなく幽玄で捉えどころがなくて。幽霊？気づけばそんな感想を述べていた。誰が幽霊ですか。私はあなたと違って生きてます。いや、俺も生きてるけど。さっき自分で生きてなんかいないって言ったくせに。え、そんなこと言ったか。まあいいです。それじゃあ私はこれで失礼します。待て待て、あんたどうしてこんなとこにいるんだ。ここは俺だけの、いや、正確には知っている人間は他にもいるけど、とにかく秘密の場所なんだ。それなのにこいつはどうして。あなたこそどうしてこんなところで寝てるんですか。最初は死体が捨てられてるのかと思いましたよ。死体ってひどいな、おい。だが少女の言うことも理解できる。ここは獣道を奥へ奥へと入っていき、小さな川を越えてようやくたどり着ける森の中。そんなとこで人が倒れてたら、山に遺棄された死体だと勘違いするのも無理はない。ここはな、スピリチュアルなスポットなんだよ。はあ、
そうですか。我らがホームグラウンド鈴ヶ丘市、山林は市街地の間近まで迫っており、道を脇にそれると今も手つかずの自然が残されている。ここはそんな山のうちの一つ。昔から春になると桜が満開になる桜の森なのだ。ほら、なぜかここだけ桜が群生してるだろう。感じないか、こう霊的な力を。ええ、感じますね。それじゃ失礼します。ちょ、待って待って、なんでいきなり去るの。関わってはいけない人に思えたので。大丈夫だって、俺いい人だから。自称いい人ほど信用できないものはないですね。まあ別にいいけどさ、あんたどうしてここに来たんだ。なんでもいいじゃないですか。やましいことでもあるのかよ。俺がここにいる理由を話したんだから、そっちだって言うべきだろ。遠目に桜が見えたので来てみただけです。ほら見ろ、俺と同じだ。霊的なパワーに惹かれてきたんだ。そのキャラうざいです、やめてください。ツッコミ厳しいなこの子。桜って何か惹かれるじゃないですか。綺麗ですし。この世に未練でもあるのか。どうして桜が綺麗だと言っただけで幽霊扱いなんですか。なんとなくだよ。俺が桜に惹かれる理由、そう、未練があるからだ。何に対する未練なのかわからない。でもきっとそうだ。ありますよ。ん？山ほどあります。後悔してもしきれないほどの未練が。そっか、なら俺と同じだな。勝手に同類にされても困るんですけど。まあいいです。聞きたいことは終わりですか。用がないならもう行きますけど。聞きたいことか。そうだな、あと一つだけある。何ですか。早く済ませてください。あんたさっきからパンツ見えてるけど。短いスカートが檻から服春風にまくられて、チラチラとパンツが見え隠れしていた。ズバーンと見えるよりエロくて愛おかしい。なんで今さら言うんですか。そんなこと一番最初に言ってくださいよ。少女が恥ずかしげに体をよじると、その時少女の腰のあたりから澄んだ甲高い音が聞こえる。その音に俺は聞き覚えがあった。これは俺があいつに。たく、最低ですね、あなたは。そこで一生死体やっててください。少女は頬を染めて走り去っていった。ま、待ってくれ。慌てて追いかけるも、すでに姿は見えない。おいおい、数秒で遅れただけで雲隠れって、あいつ忍者か。獣道を降り、草をかき分けて舗装された道まで出てきた。どこ行った。今の音の出元を確認したかった。勘違いならそれでいい。ただそうじゃないとしたら、通い慣れた通学路に出てきた。あ、いた。道の先、豆粒ほどのサイズで走り去る少女の後ろ姿があった。マフラーをしているからすぐにわかる。向かっているのは学園がある方向だった。私立鈴ヶ丘学園、現在2年生である俺が通っている学び屋だ。あいつめちゃくちゃ足が速いな。全然追いつけないぞ。そういえばうちの学園の制服着てたな。おい、マフラー少女、出てこい。呼びかけてみるが返事はない。畜生、どこに隠れやがった。ふと視線の先、小さなみすぼらしいプレハブ小屋があった。このドアが開いている。ははーん、あの中に。出てこい、マフラー少女。部屋の中はひっそりと静まり返っていた。誰かがいる様子はない。ち、当てが外れたか。
姿が見えなくなってからだいぶ時間が経った。やみくもに探し回っても見つからないだろう。はあ。椅子に腰掛け、窓の外に視線を送る。入学式が終わって1週間とちょっと。俺はこの春、2年生に進級した。桜も花咲く4月だが、まだ少し寒い日もある、そんな時期。何かふわふわしてて。みんな浮き足立ってて。俺はこの時期が好きだった。ん？床に紙切れが落ちてる。なになに？おお。はじめまして。突然ですが、我が部では未練のある人を募集しています。大切なものを見失った人、手に入らないものを求めている人、あるいは自分がなぜここにいるのかわからない人。我が部はそんな人たちを求めています。あなたは何かこの世に未練はありませんか？もし心からはいと言える人、ぜひ我が部に来てください。歓迎いたします。ご興味がありましたら、中庭の奥、プレハブ小屋まで。注意、入部審査があります。あらかじめご了承ください。なんだ俺。未練の塊じゃねえか、主人公。紙切れを持ったまま立ち止まる。部を勧誘しているみたいだけど、募集しているのが未練のある人ってのがまず意味不明だ。そんなやつ集めてどうしようってんだか。まあこんなの俺には何の関係ない。何も関係ない。ってこともないか。未練ならある。今となっては気にするほどのことでもないけど、綺麗さっぱり忘れたかといえば否だ。にしても何の部なんだ。おーい、ゆうゆうどこ。外で知ったやつの声がした。おう、若葉。プレハブから出てクラスメイトに手を振った。あ、そんなとこにいた。ったく探しても全然見つからないしよ。ふらふらすんなよな。こいつは付属からの友人だ。この通り口調は男っぽいが中身も男っぽい。ん？なんかセリフ飛ばしたのごめんね。いい女だ。なるほどね。悪い悪い。今日は午前授業だったろ。だからそっちの用事が終わるまで外でちょっと散歩してた。適当に歩き回ってたら山肌の一部が桜色に染まっているのを見つけて、懐かしくなって桜の森まで足を伸ばして疲れてそこで寝入ってしまった。なんて素直に怒ったら怒られそうだから黙ってよ。散歩はいいけどさ、それよりさっき出てきたそこ入っていいの？さあ、でもここくつろぎスペースに良さそうだぞ。この汚いプレハブが。若葉は嫌そうな顔になる。いやいや、これで中は快適そうだぜ。掃除してあったし。それって先客がいるってこと？そういや部の勧誘用紙みたいなのがあったな。いや、こんなとこ使ってる部活ないって。おお、言い切るね。仕分け委員会であちこちの部活巡ってるからな。私に知らない部なんてないんだ。マジかよ。だったらさっきの紙切れは何だったんだ。ま、きっとたまにお邪魔して休んでるやつがいるんだろう。だから使った後はちゃんと綺麗にしておけば無問題。いやいや、それはそれで問題だし、仕分け委員として見過ごせないな。待って、そこをなんとか埋めこぼしよう。必死に若葉を説得する。昨今の脱ゆとりの流れを受け、我が校の風紀が厳しくなって早2週間。俺は成績さえキープしていれば細かいことは言わないおおらかな校風に惹かれて入学したのに、最近では休み時間ですら寝てたら教師に叩かれるほど。
俺には学園内に安眠できる場所が必要なんだよ。プレファーを指さして言う。んなこと言ったって先客がいるんじゃ、おちおち寝てなんかいられないじゃん。と唇を尖らせる若は。俺熟睡余裕ですけど、何か問題でも。あんたは男だろ、あたしは女。寝てる間知らないやつにエッチないたずらされたらどうすんだよ。どうって考え。あら、なかなかなものをお持ちで。ドキドキするかも。ちょっとモジモジしながら答えた。アホか、止めろよ、助けろよ。時短だオフ。制服のスカートが激しく舞っていた。やめろよ、さすがに目のやり場に困るから。てか、なんでお前が寝る前提なんだ。は？自分だけ隠れ家として使うつもりとかありえなくね。なんだよ、お前だって隠れ家欲しいじゃないか。とにかく私はもっと綺麗なとこがいい。なんでお前の要望まで取り入れなきゃいけないんだよ。だから私の低層がやばいだろ。そんなもんいいから適当にどっかに捨ててこない。ひってー、こいつ超ひでー。なんだったら俺が奪ってやろうか。グッとサムズアップして微笑みかける。こいつはこんなエロ方向の冗談も言える仲だ。あ、ののかちゃん、うん、私今あんたの兄貴にエロいいたずらされて私涙目。ちょ、誰に電話してるんですか、空森タン。妹にそんなこと言うのはやめて。俺の兄としての威厳が。もともとあんまりないけど。私も冗談。今明らかに電話つながってたんじゃん。繋がってたじゃん。はっはっはっは。アメリカンな感じで笑ってもごまかされないぞ。帰ったらなんて言い訳しよう。やれやれだ。おお、ユウ、若葉。なんかやたらチャラいのが来たな。髪をかけ上げながらクラスメイトその2、芥川がやってきた。芥川は小さい頃からの友達で、いわゆる幼馴染ってやつだ。っていうか普通幼馴染って言ったら女子じゃね。なんでお前男なの。生まれてこの方ずっと男だが。人の性別に文句つけるとか何様だよおめえは。にしてもアクター、眠そうだな。おや、さっきまで図書室で寝てた。みんな寝てばっかや。でもクミちゃんに追い出されちまった。ちょっと前までは何も言われなかったんだけどな。これも脱ゆとりの流れか。俺らみたいなのには生きづらい世の中だ。すげえいい夢見てたのにな。あれは絶対マサ夢だ。ニヤニヤとしながら俺たちを見るアクター。なになに、どんな夢。俺とユウの母ちゃんが結婚する夢。悪夢じゃねえか。お父さんと呼ぶ日が来るか、幼馴染を。手筋を考えした。ユウとののかちゃんが泣きながら俺のことをパパって呼んで祝福してくれた。絶対ねえし。いや、可能性くらいは。俺の父親はまだ生きてんだよ。たわけた妄想は捨てろ。チェ、舌打ちかよ。本気で残念そうなのがとても嫌だ。アクターの熟女好きはマジ病気だよな。こないだ下級生の子に告られても断ってたし。違う、断ってない。あと30年したらまた会おうって言った。その子絶対ドン引きしてたろ。俺は何も知らぬ下級生女子に同情した。こいつの見てくれはいいから、こいつ見てくれはいいからモテるんだよな。中身は熟女好きのただの変態なんだが。ああ、そうだ、お前ら女の子見かけなかったわ。年齢はアラウンド50?熟女じゃねえよ、普通に学園生だよ。どんな女子だったんだよ、学年は。目が覚めたばっかりよく覚えてないんだけど。
色中でかなり綺麗な子だった。あんまりはっきり覚えてないか。へえ、そんなら有名な子かもね。あとマフラーしてた。マフラー？こんなあったかいのにか？多分忍者の末裔か何かだと思う。めちゃくちゃ足早かったし。色白で綺麗な忍者娘って、そんなのうちの学園にいるかよ。今年の新入生じゃないか？いないっつの。私は入学式に全員チェック入れたんだ。なんでまたそんなめんどくさいことを。悪さしそうなやつがいないか確認するために決まってんだろ。ちなみに2人ほど素行不良なやつがいたから、カンナに教育させといたぜ。かわいそうに。入学初日からカンナのお相手とかちょっと上場するわ。それより忍者娘はどうすんだ。まあ同じ学園なんだし、どっかで会うだろう。そうだな。まだ学期は始まったばかりだ。焦る必要はない。あ、着信音に反応し、わかわか携帯を取り出す。やっぱカンナ待たしてるの忘れてた。メールを開いたわかわがペロッと舌を出す。あいつ今どこにいるの。このまま、もう10分も待たしてるし行かなきゃ。若葉を慌てて駆け出そうとした。急げよお嬢。それ行けお嬢。アクターと一緒にせかす。何言ってんの。あんたたちも来るの。今日は久しぶりに4人で一緒に帰るよ。つうかお嬢言うな。じと目で睨まれる。一方俺たちは肩をすくめて、わかったよお嬢。怒るなよお嬢。分かってて若葉で呼ぶ。うっさい。今度お嬢行ったら購買で何かおごらすよ。ほらほら二人とも。今度は俺たちがせかされた。わかったわかった。俺もう走り疲れたんだけど、しゃあないかと手にした手紙がひらりと落ちた。おっと、反射的に拾い上げる。あなたは何かこの世に未練はありませんか。その一行に目、その一行が目に入った。未練ね。ほら言う。ほらほら行くってばよ。若葉に手を引っ張られる。あー悪い。若葉に背中を押されて俺は歩き出した。紙切れは上着のポケットにとりあえず突っ込んだ。三人で校門に赴く。そこには、お嬢様。かわいい。いいな、カンナ。最高だな、カンナ。誰よりも若葉をお嬢様扱いする人物がいた。ごめん、ごめん、遅くなって。いえ、とんでもございません。ただ、教室にも委員会室にもいらっしゃらないので少々気になりまして。ユウとアクターとだべってたら遅くなってさ。そうですか。花咲様と芥川様、お嬢様のお相手をしていただきありがとうございます。うやうやしく頭を下げる。相変わらず綺麗な所作だった。さすが名家、空森家に勤め、従える、使えるか。さすが名家、空森に仕える従者様だけのことはある。だが。お、何ですか花咲様、私に何か。青やかな微笑み。いやいや気にしないで。でもその笑顔の裏にあるものを俺は読まずにはいられない。カンナのいない間はいつでも俺と言うで若葉の面倒は見ててやる。安心しろカンナ。アクターが髪をかき上げながらドヤ顔に。は？何が面倒見るだよ。あんたもユウも寝こけてただけじゃん。だいたい私誘われてもあんなプレハブじゃ寝られないからね。お嬢様を誘った。おっと、ピクッと従者の眉が跳ねる。お嬢様を花咲様が一緒に寝ようと誘った。
尖った視線が俺の方に。ああいや違う違う、決してお前が思っているようなことではなくて。ほう、なら詳細をぜひ教えていただけますか。俺の方に音もなく近づく。くの一かよ、やだな、俺今微妙にピンチなの。おい何やってんだお前たち、早く帰ろう、急がないと門限になっちゃうから。おう今行くから。そういうわけでカンナ、お嬢様のお呼びだ。わかりました。カンナはようやく表情を少し和らげる。よし行こう行こう。息を出した俺は軽やかな足取りで若葉たちの方へ。花咲、あとで二人だけで話をしよう、逃げるなよ。だがカンナの横を通り過ぎる瞬間、ドスの効いた声でそんなことをささやかれた。うっす、まだ俺は危機の渦中にいるようだった。なむ。自販機の取り出し口に手を突っ込みながら若葉が微笑む。お嬢様、下校途中であまり買い食いは。固いこと一個なし。おい、カンナの分、アクターの分、ユーもな。ほいっと缶コーヒーを投げてよこす。全員のところに綺麗な放物線を描いて届いた。ナイスパス。サンクス。ありがとうございます。サンクス。金は？前は私がおごってもらったろ、いいっていいって。ってこれ買って。若葉がタブに指を引っ掛けてウギギとうなる。おい爪が折れるぞ。だって開かねえし。焦よ。若葉の缶に手を伸ばす。そんな気はなかったが若葉の手に触れてしまった。言うのって冷てぇ。手が冷たいやつは心も冷たいんだよな。にひひと笑うお嬢様。逆だろうが。ほら開けた缶を差し出した。サンキュー。やっぱ冷てぇ。わざと人の手握んなよ。なんかこそばゆい。花咲てめぇ、何お嬢様とベタベタと。死なせ。おかんが走った。俺は今確かに殺意を感じた。お前俺睨んでただろ。そばで漆黒のオーラを撒き散らす従者を見る。花咲様、私が何か。にこやかな笑顔でごまかす。勘弁してくれよ。こいつの若葉ラブっぷりはそろそろ危ない領域に達すると思われ。若葉気をつけてないとユリナオ世界が、お前を待ってるぞ。あ、アクター、あっちに美魔女が。マジっすか、どこですか。空森さん、あっちあっち、スクーターで通り過ぎてった。おお、追うぞユウ。追わねえよ。そんなことするのお前だけだ。お前も追うのかよ。駆けていく友人たちの背を見て探索する。何でも楽しむ奴らだ。ああお嬢様、なんて無邪気で可愛いんだ。なあ花咲。若葉のことになると盲目的なカンナが体をくねらせる。アホなだけじゃん。極道さんも裸足で逃げ出しそうなメンチを切ってくる。そう、これがカンナの素の姿なんだ。いつも若葉の従者として、なこれ、静かに振る舞うのは世を忍ぶ仮の姿。俺やアクターみたいな付き合いの長いやつしか知らないが。だいたい花咲、てめえ最近お嬢様に慣れ慣れしすぎなんだよ。何勝手に手握ってんだよ。あ握
逃げる暇もあらばこそ。カンナにとっ捕まってしまった。ちょっとここらで力関係を分からせねえといけないようだな。ご褒美だな、ご褒美。かわいいな。あーだだだだだだ、カンナさん、ギブギブ。万力のように頭を締め付けられて慌ててタップする。痛いのは痛いんだけど、それより困ったことが。カンナの胸がたっぷりと押し付けられてる。調子乗ってるとマジで潰すぞこれ。潰されるのはこっちだ、本当に勘弁してくれ。もう潰れてる、たっぷり潰れてるから。カンナは興奮するといろんな意味で見境がなくなる。こいつにしてみりゃヘッドロックのつもりなんだろうけどさ、俺からすると力いっぱい抱きしめられてるんだよね。しかも胸に思いっきり押し付けて。まだ平気だろ、もうちょいいけるだろ。 いや潰れてるのは俺の頭じゃなくてね。あ、お前の頭じゃなくて何が潰れるんだ。カンナのおっぱい。はあ、な何言っちゃってんの。いやだから、カンナのおっぱいが俺の顔にねめり込んでます。もうこれ以上ないってくらい。いやいや、誤解だなそれは。これは私の胸がお前の頭にめり込んでいるわけじゃなく、お前の頭が私の胸にめり込んでいるだけだ。どっちも変わらなくね。うるさい、黙れ。これ以上喋るな、潰してやる。あー、ちょ、これ以上はマジやばいって。そうか、やばいか、そのまま行け。胸の谷まで息ができない。カンナのおっぱいで挟まれて、しっ、どこに顔をうずめてんだ貴様。やっと解放された。お前死なす、今すぐ呼吸を止めてやる。いや、もうさっきお前のおっぱいで止まりそうだったから。はぁ、と短足する。おっぱいとか言うな。クソ、なんでだよ。お前が相手だとなんでいつもこうなる。おっぱい押し付けて勝手に出れて、いろいろと忙しいやつだな。はあ、普通これだけやられれば絶対ビビんのに。今のでビビるわけねえだろう。だって友達じゃん。違う、敵だ敵。釣れない。肩をすくめる。前から思ってたけど、お前マジでおかしなやつだよ。そう、お嬢様が、ユーはただものじゃないって言ってる理由が少しだけ分かった気がする。そこが、お嬢様がお前を好いてる原因か。若葉がそんなことを？直接は言ってない。ただ、なんとなく態度で分かる。なぜなら、私はお嬢様を愛してるから。包丁した両方を押さえながら、カンナは体をくねらせていた。それは友情なんだよね。一応確認する。そこで不敵に笑われても。バカ、冗談に決まっている。これくらいの冗談がわからないようじゃ社会で苦労するぞ。ご忠告どうも。社会ね、そんな先のこと今はいいさ。今は怠惰な日常を謳歌したい。ただいま。おかえりなさーい。妹の声がリビングから届く。俺は顔を見に制服のまま足を運ぶ。今日はちょっと遅めだね。ソファーに座ったののかが微笑する。ののかちゃんかわいいよ、ののかちゃん。アクターたちと少し遊んできた。若葉さんは？もちろんあいつとカンナもだ。相変わらず仲いいね。はい。妹は座っている位置を中央から右端にスライドする。俺は左端の定位置に腰掛けようとして寝転んだ。すぐ寝る。疲れてるんだよ。
したことしてないのに。このソファーの魅力には抗いがたい、抗しがたいか。本当に眠っちゃダメだよ、夕ご飯まだだし。こーら。おお、息が、呼吸が。速攻で目が覚めた。妹に鼻をつままれていた。おはよう、お兄ちゃん。妹は満面の笑顔でピースサイン。その技やめて、いつか死んじゃう。でもこれくらいしないとお兄ちゃん起きないし。はい、また寝ちゃうから、寝っ転がるのはやめて普通に座って。両手を掴んで引かれる。仕方なく上半身を起こした。授業中、教師に何度頭を叩かれても決して屈しない俺だが、ののかにだけは弱い。数年前まではお兄ちゃん、お兄ちゃんと俺べったりの妹だった。だが両親が仕事で家を留守にすることが増えると、妹は覚醒した。私は家事王になるよ、お兄ちゃん。高らかに宣言し、炊事洗濯その他もろもろ全部完璧にこなした。妹はスーパー世話好きな性格だったのだ。たまには俺がやるからと言っても固くな、頑として聞き入れない。そして俺の元来の怠け者気質と相まって、俺はさらにダメ人間になりました。めでたしめでたし。兄としての立場がまるでないけど、もう俺はののかなしでは生きていけないかもしれないな。ぽつりとつぶやく。何それ、プロポーズ？いや、兄だし。だよね。普通に笑う。そう、こんな会話をしてもお互い少しも何も思わない。俺たちは完璧な兄弟なのだ。たとえ血がつながっていなくても。とはいえ、俺にできることって何かない？たまには妹孝行でも。妹は少しだけ考えて。そこの雑誌取ってくれる？はい。俺のそばにあるファッション誌を取って妹に手渡した。ありがとう、お兄ちゃん。いやいや、これくらい。兄は役割を果たした満足感に満たされていた。もちろん嘘だが。ダメだ、まるで高校してない。俺ってマジで使えないやつだよね。自嘲気味につぶやいた。お兄ちゃんはやればできる子だよ。妹は優しかった。でも限りなく母親目線だった。すまんな、こんな兄で。お兄ちゃん、おいしい？うん、おいしい。よかった。二人だけの夕食。親父は輸入雑貨の買い付けをしてて、いつも海外を飛び回ってる。そして母さんも、俺が学園に入るともう大丈夫でしょと言い放ち、親父について海外へと旅立ってしまった。そのおかげで去年から二人で食卓を囲むことに。ごく稀に若葉やアクターが加わることもあるけど、基本は二人。違うのは、当初は俺が夕食を作っていたのが、今はののかにその役割が移動したことくらい。お前、あっという間に料理覚えたよな。最初の頃はガスの火も怖がってたのに。もう、いつの話をしてるの？ついこの間だろ。去年の今頃はもう克服してたよ。え、そうだっけ？ちょっと驚く。お兄ちゃん、感覚がまるで年配の人みたい。寝てばっかりいるから脳がふにゃふにゃになってるんじゃない？人をおじいちゃんみたいに。確かに暇さえあれば寝てるけど。お兄ちゃんにはしっかりした人と結婚してもらわないと、この先心配だよ。大丈夫、俺にはののかがいる。あのね、まあどうしても結婚できなさそうなら私が面倒を見るけどさ。おお、
なんてできた妹。参考までに聞いとくけど、どんな人がタイプ？そうだな、優しい人がいい。ほら、俺が寝てたらそっと毛布をかけてくれるような。うんうん、それで？あとは家事が好きで料理が上手な人だと惹かれるよな。おー、あれ？それって私？ああそうだ、俺が理想の、じゃあお前が俺の理想のタイプなんだよ。へえ、そうなんだ。おい妹、そこはキャお兄ちゃんたらとか言って頬を赤く染めるところじゃないか。優しくて料理が上手な人ね。あ、私一人だけ心当たりがあるよ。え、どこの子？私が通ってる料理教室で一緒になる友達なんだけど、でもお兄ちゃんとその子じゃなんか不安っていうか。なんでだよ。本当に優しくていい人だから、お兄ちゃんどこまでも堕落しちゃいそう。いいじゃんそれ、最高じゃね。いやいやいや、今以上はちょっとさすがに。さすがになんだよ、続きを言えよ。たまにうちに連れてきたりしてたんだけど、お兄ちゃん覚えてない？いや、覚えてない。そっか、お兄ちゃん寝てたもんね、常に。紹介してくれればいいのに。ん？紹介したよ。そこのソファーで股間をかきながら寝てるのがうちのお兄ちゃんだよって。おい、印象最悪だろ。もっとちょっと、もうちょっとマシな紹介してくれよ。取り繕ったってお兄ちゃんの場合、どうせすぐバレるでしょ？兄のプライドはズタズタだよ。まあ、お兄ちゃんが誰と付き合うことになっても、私は全力で応援するからね。ちゃんと紹介してよ。いや、今はまだ誰かと付き合う気にはなれないな。俺はもう少しこのまま怠惰な青春を謳歌したいんだよ。そっか。微笑む。なぜかちょっと嬉しそうだった。ののか、おかわり。はーい。素晴らしい子だな。ああ、さっぱりした。うりゃ。風呂から上がってすぐベッドで横になる。おお。おお。体が布団に沈んでいく感覚に酔いしれる。私服の時。寝るより、ん、楽はなかりけり。そんな言葉つい口から飛び出す。睡眠はいい。世の中に寝ることに勝る快楽はない。まどろみに身を任せていると、どんなわだかまりも解けるように消えていく。嫌なことはそれで全てリセットだ。何しろ睡眠は最強のストレス解消法だからな。心が安らげば争い事も起こりっこない。連想している暇があったらみんな寝ちまえばいいんだよ。マジでそう思う。みんな平和のためにもっと休息を取るべきだ。いや、あんたはただ怠けてるだけだし。心の中で若葉に突っ込まれる。幻聴か？違う、俺は怠けてるんじゃないぞ若葉。そう、俺は全身全霊をかけてストレスを解消してるんだぜ。現代はストレス社会、みんなもっと寝ておおらかに生きるべきだ。いつもこう言ってるが、誰も俺の言うことを真に受けない。そうか、まあ頑張れ。想像上のアクターでさえ微妙な顔をする。実に嘆かわしい。ち、誰も俺のこと分かっちゃくれないんだ。寝返りを打ちながら思春期っぽい心情を吐露した。もちろん本気じゃないけど。ハンガーにかけてある制服から着信音が。しまった、携帯制服のポケットに突っ込んだままだった。ああ面倒だな。だが着信音は鳴り止まない。俺をせかすようになり続ける。わかったわかったよ。
のそのそと起き上がる。もしもし。おっす、あたしあたし。今度はリアルの若葉だった。ひー、お客様がおかけになったお電話番号は現在以下略。速攻切った。さあ寝よ寝よ。手の中の携帯が再び鳴り出す。うざいな。仕方なくまた出た。切るなよ。ご立腹ですね。当たり前だろ、ちゃんと人の話聞けよ。だいたい言うわ。わかったわかった、俺が悪かった。話は何？お説教が始まりそうなので遮らせてもらう。あ、そうだ、例の忍者娘のことなんだけど。うん。ああ、俺のベストプレイスのことか。いや、それは知らないけどさ、とにかく私思い出したの。その子ってすっごい綺麗だったんでしょ？ほとんど話さなかったが、整った顔立ちは強く印象に残っていた。うん、綺麗だったな。あの辺をよくうろついてる綺麗な子って言ったらあれじゃん、鈴ヶ丘の雪女。はあ、